はい、こんにちは。森のワークベンチのザーチョンでございます。デカールを貼るんですけど、その前にね、ウィンドモールとか、ドアノブとか、フロントグリルとか、黒くしなきゃいけないんですよ。そのマスキングなんですけど、まあマスキングテープをね、こんな感じで広く貼ってやって、で、この方法、まあ、今まであんまりやらなかった、苦手なんですよ。苦手っていうか怖いんだよね。塗装した面にナイフの刃を入れちゃう可能性があるんで怖いんですけど、超、難儀なのが、ウィンカーの周りもこれね、塗装指示はないんですけど、箱絵を見ると、ウィンカー周り、こう、樹脂の枠なんですよ。で、セミグロスブラックなんで、ここもやんなきゃいけない。これ今、テープを貼った後、その、カットライン、爪楊枝でね、カットラインに、二人をつけてあります。こう、爪楊枝でぐーっと押さえてやって。だから、ちょっと、溝になってますよね、溝に。これは、まあ、やったことあるんですけど、下の中学校の部活が終わったかな。爪楊枝でただ押さえただけで、こう、ナイフで切っていくというのは過去やったことあるんですけど、これね、ニードルを使って、先に少し傷を入れといてやると、こっちじゃない、こっち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 、ちょっとこのあたりテープが入り組んでるんで分かりにくくなってる。でこのニードルで傷を入れとくことで結構カットがしやすかった。今動画をねアップしてる途中のゴードン・マーレンの T50。あれのコックピットの床をこの方法でカットしてみたんですよ。意外にうまくいくなと思って。ナイフ。一応、最近折った記憶はあるんだけども、一応折っとく。まあ、いろんな方法あるんですけどね、細切りテープとかでやるとか、あとはこの形のマスクシールを自分で作っちゃうとかね。で、ナイフでカットっていうのは、まあ実は苦手なんで避けてたんですけどね。まあ今ニードルで傷を入れたことによって、切れやすくなってると思うけど怖いなぁ。怖いなぁ。これもどっからナイフを走らせた？どっからナイフ持ってきたっけ？ここは間違いなく切れてるね。ここは溝じゃなくなるので、ドアの上は。ここで外しちゃう可能性があると。多分大丈夫。いいっすね。このテープが重なってるとこね、ちょっと考えないとダメだね。これ。ここはテープ入っちゃっていいだろう、多分。
ああ、そう来たか。そう来たか。ここがちょっとね、ベンチレーターの前が、これ切り込み先に入れとかないといけないな。このナイフの重みだけで切っていかなきゃいけないんですけど、結構ね、ニードルだけで半分方切れてるような気がするんですけどね。このベンチレーター当たってるとこがどうなってるか。ああ、切ってねえか俺。切れてないね。よし。じゃあ今度デカール貼ってから、艶を落とすのをどうすればいいか。まあそうなるとね、やっぱりフィニッシング、艶消しのフィニッシングなんちゃらだっけ。あれね、あれはあんまり好きじゃないんです。嫌い言うなってことなんですけど、なんとなく面白くない。言ってる意味わかりますかね。緊張感がないんで、なんとなく面白くないですね。だからね、水性カラーの、ああ、ちゃ。水性アクリルのセミグロスのトップコートを筆で塗ってやろうかなと思ってます。ね、ヒロヒャンじゃないんだよね。一番幅があるとこも今剥がしてるドアノブのとこなので、他みんなねこんな感じで細いですから、これこの下ね一応テープ貼ってあるんですよ。どういう風に切るかな。
いよいよ前ですね。ここをうまく切れるかどうか、モールドもね、ほとんど消えてたので、ただこっち、内側は割とはっきりしてたんですけどね。出るかな。これ後で筆で。そうだからそれこそ後でね、水性アクリルのセミグロスブラックで筆塗りしてもいっちゃいいんですね。変わんないっちゃ変わんないですね。考えてみたら。そんな筆でトップコート塗るんであれば。はい。まあまあ、漏れなく、ちゃんと塗れたと思います。一部、マスクが、枠の方に逃げてたんで、これはもう筆塗りで、こういうとこは筆塗りで、タッチアップします。じゃあ本日は、ウィンドモールの塗装の巻きでございました。それではまた。